さあ、サンディさんに会いに行くわよ。ところで、サンディさんってどんな人なんでしょうね。さあねー。知らないけど、この辺で月光や紅葉ってなんか、退治してるんでしょ。またぎー。そりゃまあ、上品なお嬢様ってことはないでしょうね。怖い人なんでしょうか。私だって知らないわよ。やっぱりやめましょう。は？だって怖い人だったら、怖いじゃないですか。あんたが言い出したんでしょ。ぐずぐず言ってないで、さっさと行きなさい。ルカさんも怖いです。いや、ランちゃん、近づかないでください。大丈夫だよ。シャイアンは噛みついたりしないよ。そうよ。ほら、賢くていい子じゃない。それよりほら、サンディさんを探すんでしょ？その子に聞いてみなさいよ。はい。そうですね。私たち、サンディスマイルズさんって、人を探しているんですが、知りませんか？スマイルズなら私だよ。え？あ、お姉ちゃんかな？私、お姉ちゃんなんていないよ。私がサンディスマイルズだよ。あ、お姉ちゃん、もしかして頭パーンのお姉ちゃん？はい、そうですけど。ミッチェル先生から聞いてるよ。この辺りで生き残る方法を知りたいんでしょ？はい。じゃあ早速教えてあげる。ついてきて。それにしても、こんなに小さいもんに、驚きですね。さすがに私も驚いたわ。リンちゃんより小さいですね。そうねー、雪より少し大きいくらいかしら。過酷な土地だからねー。こういうこともあるんでしょうけど、さすがに世紀末って感じよねー。まあ、200年前に世紀末は来ちゃってますからねー。ランちゃんが。大丈夫よ。ほら、さっさと行く。じゃあ始めるよ。ここで生きていくのに大切なことは一つ、これ生身玉だよ。まずは銃になれるために、あそこにある瓶を撃ってみて。わあ、ピストルです。ライフルね。私、初めて触りました。意外と重いんですね。こら、危ないから人に向けるんじゃないわよ。大丈夫ですよ。私、そんなにロギラな。ひゃ、ほら、言ったでしょ。ごめんなさい。ランちゃんが急に吠えるから。いいから、言われた通りやってみなさい。はい。ところでルカさん。私、頭パーンってなっちゃって、しばらく意識不明だったらしいんですね。らしいわね。だからその間、一滴もアルコールを摂取していないんです。だから、ほら、手が小刻みに震えます。それアルチューよアルチュー。違いますよー。見ててくださいね。あんた、いつの間にそんなたくさんのウイスキーを。ほら、やめろよ。それ完全にアルチューよ。アルノチューよ、アルノチュー。違いますよー。知らないんですか？ウイスキーっていうのは、だいたいアルコールは 40% ちょっとくらいなんです。つまり、四捨五入すると水です。ちげえわよ、全然そういうことはないわよ。お姉ちゃん、初めてにしてはジョイズだよ。へへー。けど、瓶なんか倒したところで、役には立たないの。私、水場に現れる月光を、退治して回っているんだけど、よかったらお姉ちゃんもついてきてみる？そうね、瓶なんて売っても仕方ないもんね。ついて行かせてもらいましょう。はい、それではついて行かせてください。それじゃ、行くよー。ついてきてー。走るんですか？ほら、ぐずぐずしないの。ちょっと待ってくださいよー。はあ、まだほとんど走ってないじゃない、まったく。もうちょっとゆっくり行きましょうよー。
本当にもう、こういうところから鍛え直さないと、ダメね。はぁ、あ、はぁ、あ、もう、ダメ。頑張れー、頑張れー。あが、ぐご、がめめむまめむが、むめめむめむがごぐがご、で、ちょ、あ、あんた、大丈夫？むめもが、むめ、ちょ、ちょっと、水、水飲みなさい。恥ずかしいやろ。違うからー、それ、水じゃないからー。ふぅ、あー、リポギマソー。アンリーさんを見失っています。あんたは人に大切な何かを、見失っちゃってるけどね。絶対長生きしないわよ。あんた。今の鳴き声、聞こえた？え、何か聞こえましたか？わからなかったわね。何かいたの？あれが月光。この岩の向こう側にいるわ。この辺では月光に噛みつかれたり、引っかかれたりする怪我が一番多いの。こっそり近づいて、気づかれないように仕留めるよ。はい。さあ、お姉ちゃん、やってみて。私が一人でやるんですか？あんたのために来ているんだから、文句言わない。ほら、さっさと行きなさい。近づかれたら拳銃に持ち帰るのよ。こうして。見ましたか？一発ですよ。アニーオークレイと呼んでください。はいはい。それじゃ、絡みていじんってのはどう？平原も広いんですね。あんたが私の歩くらいなんてことよ。ほらほら、とっとと済ませなさい。なかなか当たりません。こっちには向かってくる様子は、ないわ。落ち着いて狙いなさい。やっこうなりました。少しはコツはつかめた。ここの他にもあと2箇所水場があるんだけど、よければ一緒にどう？少しはガイド代も出すよ。いえ、それは結構です。もう、疲れました。何言ってるの？やらせてもらうわよ。あんたが勝手に買い込んだ、ウイスキーの分、きっちり働きなさい。働け。それじゃ、ついてきて。また走るんですか？文句言わないの。いたよ、こっち。ほら、よそ見しない。あらわ。もう、ぼーっとしない。次で最後だから、頑張って。うへぇ。大変、誰かが襲われてるわ。落ち着いて、人に当てるんじゃないわよ。結構。もう、邪魔よ、下がって。あらら。どうやら無事だったようね。ないわー、まじないわー。あそこで結構とか、まじないわー。少し、ショックで放心しているみたいね。でか、引く、むしろ、引く。あの、怪我はありませんか？あなたが私を助けてくれたのね。いやこの子、ただあわは言ってただけだからね。命の恩人だわ。300円曲げようか？大金持ちだ。いえ、結構です。本当にありがとう。バイバイ。にしても、引くわー。マジ引くわー。月光とか、マジ引くわー。おっぱいのお姉ちゃんはともかく、マグロのお姉ちゃんはなかなかやるねー。はい、バイト代だよ。
他にも、キャンプファイヤーの使い方教えておこうか。あ、それなら結構自信があるんですよ。そう、じゃあ、私は街に戻るね。はい、サンディーちゃん、どうもありがとう。あ、そうだ、お姉ちゃんたちも街に戻ったら、一度サルーンに行ってみてくれる？ドルーリーさんっていう、おば。お姉ちゃんが会いたがってるの。ドルーリーさん。サルーンのマスターで、この街のお母さんみたいな存在よ。ジャニーズで言えば、森光子的なポジションで、全部見返しもできるわ。その後半の情報。いる？私は、ガー君が好き。あなた、いくつよ。なかなか渋いですね。ハビーは光るはー。で、そのキャンプファイヤーっていうの、教わらないでよかったの？へへー、結構得意なんですよ。怪しいものね。ああ、失敬です。見ててくださいね。あの月光で。月光も買いたいそう。で、この場で裁くの？これは、ちょっと、グロい。ルカさんは魚も裁けませんからね。それとこれとは別物でしょう。こうして、と。いい匂い。はい、できましたよ。美味しいよこれ。美味しいよ。へへー。いや、ちょっと、あのトカゲでしょ。私は遠慮しておくわ。そんなこと言わないで、一口食べてみてくださいよ。じゃあ、一口だけよ。あら、美味しいわね。へへー。キャラバンでもなかなか好評だったんですよ。脂身も少なくて、ヘルシーです。あんた、料理だけは上手なのよね。いいお嫁さんになるよ。だけ、っていうのが引っかかります。さあ、食事も取ったし、それじゃ町に戻りましょう。はい、それでは町に戻りましょう。次回に続くよ。そういえばあんた昔、リンガヨ店で買ってきた。B ちゃんもさばいちゃったわよね。あれはリンも泣いてたわ。そうは言っても、ひよこのうちはともかく、大きくなっちゃったら、おんぼりなんて買えませんよ。それに、結局最後はレン君と、取り合いながら食べてましたよ。まあ、確かに。美味しかったわね。